よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。いやー、前回ちょっと油断してしまったな。いやー、まさかあんなとこから投げるなんて思わなかった。ちょっとね、爆弾があるからね、いけるだろうと思ってましたが、そんなことはなかったよ。マジで本当にバカなの、私本当にバカだった。ごめんなさい、バカで。あ、俺の経験値がにゃーって顔しとったな。まあいいよ。お、いいね。前回銅弾器すげーいっぱい手に入ったもんな。また銅弾器プラス3ぐらい手に入らんかな。いや、見切れの盾がない、全然見切ってくれんってけな。マジ腐ったな。バトルカウンターでよかったわ。バトルカウンターでも死んでたんだけどね。そう、逆にバトルカウンター装備して死んだら、うわー、くそ、身狩りの盾じゃなかった、見切れの盾つければよかったとか言っとるんだろうな。いやー、しかし見切ってくれなかったな。運ゲー頼りだからね、俺下手くそだからさ、試練。多分ね、誰がどう見ても俺のこの試練はすげえ下手くそだと思う。うん、間違いない、間違いない。おお、飛び急げた、いいね。さあ、取るか。レベル低くてもなんとかなるさ。とりあえず、2セット。また泥棒したいな。もう店があったら絶対泥棒したいな。まあ、物によるけど。物っていうか、罠によるけど。罠がね、あったらな、罠といい装備だな。いい装備がない状態でね、泥棒してもね、意味ないしな。泥棒超大好きだけど。よいしょ。あ、ねえ。オッケー。装備ないかな。いいね。装備俺にください。僕に防具をください。てか、結局あの、使い捨ての盾とか全然使わんやったな。せっかくね、せっかくすごい強い盾なのよな。はい、死んでください。 OK、 RTA やってみようかな。でもしかしちょっとやりたくなってきたな。だがしかし、ため取りをね、もうしないと俺もう死んじゃうからね。うん、何もないな。よし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 、何もないぞーい。よいしょ。めっちゃ目回ってんじゃないですか。大丈夫か。目回りすぎて死ねえやない。目回りすぎたら人って死ぬんかな。死にやせんか。いや、死ぬかもしれんな。なんか、内臓のさ、あたりがグイーンって遠心力でさ、なんか、端っこによって、それがあばらに突っ込んで、想像したらすごいグロいことになったけど、ちょっとやめよう。ちょっとやめよう。ダメだ。食事中の人にちょっと失礼だな。まあ俺の動画を見ながら飯食ってる人とか、ああ、あんまりいないと思うけど。いいね、いいよ。しかしあのお化け大根っていうやつはね、結構アイテムの落とす率が高いはずなんだけど、全然、ウェーヘイ、バイバイあ、これでアイテム稼ぐっていうのもありだな。爆弾で、それ頭になかったわ。頭おかしい人でしたわ。それありだな。次それやろうかな。あ、うざいぞ。あ、意味ねえんだ。はい、終わり。アイテムを落とさない。あ、ナイヤキ様。あ、ナイヤキ様。はい、終わり。今危なかった。うわ、こういうの食べてねえじゃん。食べようぜ。いつ拾ったかさっぱりわからん。結構ね、今連続で録画撮ってるけど雑なんだよね。負けた後すぐやってるから悔しくて。よし、いいぞいいぞ。いいアイテムだ。あ、先に。あー、待て。ほい。はい、終わり。いいね、アイテム。お払いか。お払いいね。はい、終わり。はい。保存の壺は、あれなんかな、出ない感じなやつかな。先週とか言った。前のパートも全然落ちなかったしな。あー、最悪。お、いいね。威嚇鳥ばっかりだな。じゃなじゃな。杖なんだろう。お、やった。罠あるぞ、やっ
たぞ、これ来たか来たか、とうとう来たか、また来たか、だーん、ちょっと遠いな。とりあえず罠読むか。とりあえず識別な、識別のこの杖、場所替えとかやったらいいな。場所替え来てる。でもな、ちょっとな、遠いな、さすがに。なんかあるんだろう。お、今回撃てばおらんぞ。やった、場所替えだけか。どうしようかな。とりあえず読むか、これ罠読んで場所替えして、え、読むか、やっぱ読むでしょ。あ、落とし穴があるんか、どっかに。いいね、罠増えるやつないかな。とりあえずギター払おう。ギターとりあえず払って、てか欲しいもん全部買えるんじゃない。あ、買えるわけねえか。落とし穴が速攻である。やったー、あざま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 、最高じゃないか。しかも長巻きするしやる。やったぜ。うわ、呪われてる。お払いー、最高。あ、いいね。待って、先にギター稼ごう。お腹が膨れるぞ。あ、よし、オッケー。これ刀マイナスとこれどっちがいいんだろう。お、こっちの方が強い。やったぜ。よし、じゃあ場所替えして、ここでいいよ。えい、ドロボー。はい、オッケー、グムー、バイバーイ。最高じゃないか。マジ負ける気せんなこれ。いいね、もう泥棒の成功するって超いいじゃん。場所がいいね。ただレベルが低いからな。先に倒して、いいよ。あ、こいつがレベルだったら目回しになるんか。めっちゃいいな、先倒せる。よし、オッケー。どうしようかな。巨大食っとくか。うまっ！ええ、オッケー。ほら。あいつ勝手にしてんじゃねえか。勝手に死にそうだ。あ、くそ。長い。ほら。あ、なぜ攻撃する？しかもめっちゃダメージ受けたし。そんな受けるの？え、てか、立てないと立て。立てなかったっけ？減らせないか。あ、時間、あー、そっか。減らされたのか。意味ねえわ。なんとかして回復できんかな。回復の薬とかないかな。困った時とか落ちないかな。おお、落ちてないんだな。うん。とりあえずこれ弓で。はい。もう一回。よし、オッケー。よし、場所がいいね。場所がばっかりやん。やった、最高やん。はい。痛いか？痛いか？大丈夫か？オッケー、オッケー、オッケー。よし、じゃあもう、下に降りよう。お、眠ってしまった。バカめー。経験値10くれー。下に降りようかなと思ったけど。やはりレベル上げとアイテムのアイテム拾うで、アイテム拾うで、くそ、なんもねえじゃねえかよ。アイテム拾ったがいいな、これは。うえぇ、バカが死ね。
オッケー、いいぞ。オッケー。よいしょ。おい、いいぞ。なんもないな。場所替えばっかりだな。おい。お、いいのあるじゃないか。今あっても意味ないけど。これがね、泥棒でよく使われるんだけど、なかなかな、この罠増えるやつないんだよな。さてさて、あ、これちょっとあれだな、下までも行くのめんどくさいから落とし穴を。落とし穴、落とし穴、どこかな、落とし穴。これでレベル上がるっていうのはいいね。あ、落とし穴あるじゃん。ふむ、よし、いけるぞ。もしね、罠のね、湧き物がね、10個ぐらいあったらな、もう下に降りまくってね、あれなんだよな、あのさっきみたいなやつを踏みまくってレベル上げるっていうのもありなんだけどね。はい、じゃあ、オッケー、ここで回復して、めっちゃ飛んでるね。わーい、うわ、よし、はい、お疲れ、はい、お疲れ様、はい、もうお疲れ、え、うん、びっくりした、一回じゃ死なんのか。あー、待って。こいつは踏まんのか。弓矢をしてからのほい。オッケー。じゃあ、こいつはいい。はい、オッケー。いいね、レベル上がるね。よしよし。で、とりあえずアイテムを拾いに行こう。おー、何やってたんだ、死ねえ。てか、アイテム全然ねえじゃん。あ、店。最高。とりあえず最高。とりあえず最高としても、食べよう。あら。食べて、ええ、店どうやって今回はどれこしようかな。ええ、いいね、いいね。場所替えが一応あるからな、それだけでちょっときついから、いつものやつないかな。雨降ったな、いつものやつはございませんかと。罠増えるやつマジいっぱい欲しいわ。くっそ、雑草ばっかりやねんか。まあこれも雑草だろ、うぜえ。くっそ、これほとんどこのエリア全部雑草になってるな。じゃあダメだな。はっはっ、よし、オッケー。ダメだな、しょうがないな。場所替えでなんとかするか。盾もあるし、ウンドゥーバヒーロー、何バカな、バカな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 、どうしようかな。待つ、金縛り、よし、きたー、カナ、よし、カナで思い出したぞ。そろそろあれやな、匿名もやんなきゃな。力、力飲むかも。いや、先にギターをあれして、こうして、とりあえずこのウンドゥーバ倒そうか。ウンドゥーバー、ウンドゥーバー、ウンドゥーバー、よし、オッケー、さよなら。危ねえ、ちょっとびっくりした、死んだかと思った。あ、これ売るのにもちょっと限りがあるな。モンスターハウス80円って安いな。限りがあるから、とりあえずこう、杖と金縛り、ん、杖と巻物はやっぱ高いよな。あ、見せた、
とりあえずお金をまた稼ごう。あ、また増えちゃった。置いて置いて置きまくるぜ。それ場所替えでどうにかするからな。あ、まだ売れるな。食うか、関係ねえわ。でちょっと進んで薬草も飲んじゃおう。おにぎり飲んじゃおうか。おにぎり飲むってすげえな。装備、あー身代わりの盾だけなんかきついな。普通に装備が欲しかったな。もうしょうがないか。くそ、これどうにかしたかったな。もういいや、全部拾っちゃう。とりあえずこれ全部拾って、あ、うせえ、あと1個な。長巻きいらねえよ。はい、これもいいね。よし、じゃあこれ場所替えして、場所替えでしょうか。これで数わかるな。待てよ、これ4だろ。じゃあこれ5か。5だろ。5、4。いや俺絶対わからんわ。とりあえずいいや。14も食らうか。結構食らうな。さらば、よし来たー。いや、ドロボマジ成功するな。俺最強だな、この成功する確率。えい、ドキスなのか。危ねえ、油断して死ぬとこやった。あー、くそ。あー、防御がないときついな。さすがに骸骨魔導で15も食らったら、マジこの先どうなるんだっていう話なんで、まあ、次ね、店があったら普通に買い物できるしな。あの店主バカだよな。また泥棒されるかもしれないっていうやつをまたお客さんとして呼ぶんだもんな。絶対俺ならあの店に言えんわ。おべ、いいね。雑草、あ、また雑草か、うざいな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。